はい、今日はですね、ヤフオクで昆虫を出品する方法をお伝えします。まずヤフージャパンを選択してヤフオクっていうところをクリックします。そうしますと画面右上にですね、出品っていうカメラマークが出てきますので、こちらを選択します。はい、するとね、こちらの画面が出てきますね。で、画像ってところにね、あらかじめ撮っておいた画像を貼り付けます。で、商品名のところにね、出品する商品の名前を記入します。まあ、オオクワガタとかノコギリクワガタとかね、ニジロクワガタとかやります。で、ペアとかさ、サイズとかそういったのも書くといいと思います。で、その下に行きますとカテゴリーってところがあるんですよ。それをね、選択するとカテゴリーを選ぶことができます。で、カテゴリーもね、たくさんあるんですよね。いろいろあるんですけど、こんな感じで。キーワードってところに出品するね、商品の名前を入れると、下の方にいろいろ出てきます。で、その出品するものに対して当てはまるものを選択します。この場合はクワガタ、成虫、国産とかになりますかね。オオクワガタの場合は。はい、するとですね、画面切り替わって、商品の状態も選択することができます。で、説明文にはね、その商品の具体的な内容を記入してください。で、個数ですね、個数選択して、あと発送元の地域ですねを選択します。で、送料も、落札者様か、出品者か選べます。で、発送方法も選べますね。で、自分はいつもヤフネコにしてます。まあ、理由は簡単だからですね、すぐピッてできます。で、支払いから発送の日数、それからオークション、価格ですね、価格設定して終了 日程を設定します。これは特にいいですね。はい、設定しなくていいです。で、最後に確認するっていうところを押して、写真と文章とカテゴリー、過ちがないかっていうのをね、全部一通り確認してください。で、最後に出品するっていうところをね、押して出品完了になります。はい、ということで以上になります。ご視聴ありがとうございました。